はい、どうもショータイムゴルフです。おはよう。アンダパナソ外伝版、はい、ワンハーフ目お願いします。お願いします。俺もさっきティーショット打ってないそうだ、失格だから失格だね。そうだ、キス危険か、うん、珍しいかな。ミスった。バンカー越えるよ。越えます。バンカーの上だったんですけど、ちょっと捕まっちゃった。もうこのハーフは気合い入れていくよ。俺ボール温めたから帰る帰る飛ぶだから、ちょっと飛ぶよ。言っちゃダメだよ。言ったら違反じゃないですか。そんなん言ったらお前さっきこう打ってねえから。お前すいませんでした、すいませんでした、何も言いません。すいませんでした。じゃあお願いします。お願いします。よいしょー、よいしょ。絶対いい球、雨やんだらみんなめっちゃいい球打つ。ナイスですお願いします。ん？先っぽに当たったかな。めっちゃちっちゃい。21でも、ま、ワンチャンちょっと大きいぐらい。20はちょっと恥ずかしいから。20、そうですよ。僕もそうなんですよ。21で大体そういう素材のグローブだとぴったりなんですけど、はい、こういうのだと、はい、こうどうすか。そうよくわかんない。打てば打つほどわからないたまにいい球出て、うん、それがなんでいい球なのかもうわかんないですもん多分そのうちナイスショットしてどこ行ったって言われる。まあいいっすよ。低迷期ですか。この冬はもうこんなもんっすよ。そうっすよね。これでなんだかんだこう考えてああだこうだこう頑張って、うん、寒い中やってると怪我する、うん、ね。怪我した次の試合は、次はあれっすね、あの2月の本当なんだっけ、CBC チャレンジ、うん、優勝したらクラウンズで出ますよ。あ、そうなの。試合毎年やってるんですよ、愛知県で、うん、それ多分みんな出るんじゃないですか。誰が結構僕、まあ、同じようなそのステージの人の、うん、でもだからチャレンジ出るような人たちも、うん、試合ないから、うん、多分出てると思うんです。それやっで次の週福岡行って、うん、チャレンジの予選。ああ、もう行く予定だったんだけどね。よし。5番。90ぐらいない。乗ったナイス。
って。304パー。こんだけど左。でかいない。ピンまでは飛ばしたけどな。ピンまで飛ばそうと思ったら左引っ張った。とキーホール。あ、もう打っちゃった。大輝のバーディーパット。25メートルぐらいかな。ショート。いや、あそこにカップがある、見えない。いや、ないない、いいんすよ、そういうのは。ないんすよ。刺さってるから近く見えたかもしれない。ハジ君のバーディーパット。重たそうだね。そうっすね。段の上。ぴったりっす。これも重いんじゃない？でかいし、いや、マジでかいよ。そう、特にでかいですよね、スパイク回せ直していいのは。ここもただのね、あんだけね、ガリンガリンにされちゃったら、ここもしますもんね。はい、来た。GO!入った。重いって言ったやん。打つ前の自分にもう一回言ってやりたい。今打つ前の自分に言わなかったからなし。パーパット。ナイス。後半の動きでいこう。スパーツ。スワップのまま。ナイス。何番ですか？5で。ピューッと。はい、ピューッと。シャンクですか？ちょっとシャンク気味の。上から入りすぎた。上から入りすぎた。139。9番。これいいんじゃないか。これはいいよ。
おい、おそれちゃんと乗ってる。140ぐらい。何番だよ。9番。ロブショットで、ハーフロブで、うますぎる。ちょっと転がっちゃったけど、ナイスです。十分。すげえ。ハーフロブで。ビビってんすか。これでハーフロブちゃんとできんの。あーめっちゃすごい左行くね。パーパット5メートルぐらい、上りのスライスかな。キリッ、惜しい。ナイストライ、ナイストライ。バーディーパット 10.5 メートルぐらい、結構フックがきついかな。切れなかった。読みすぎた。もったいない。いやー、そういうとこ狙わないんじゃ明日ダメだよ。ダメだよ。明日も明後日も明後日もダメだよ。狙わないんじゃダメよ。サジ君のパーパット下りのスライスかな。下ってはないか。いやー、ナイスセーブ。さやばいね。いいもん見たわ。そんな言うほど簡単じゃないですよ、僕らに。めっちゃむずいでしょ、今。ふーって。で、間違いなくあれができるから浅地君はずっといるんだよ、レイダーに。間違いないね。そんな簡単に言ってるけど、そんな簡単じゃないからね。コメントできないですよ、僕らレベルじゃ。98ヤード、4番。
お、ピンすじってるよ。ナイス。特にダメ。いやー惜しい。サジプロバディパット。はい。ダウンブレー。ナイスです。よし。もうちょっとだったのに。テルキバーディパット。もういった。いや全部これやん。ボギーパット。押した押した。押したよ。